まあ、頭を柔らかくするって意味でもね、そういったいろんな思考法とか発想法、講義なんかでね、お役に立てればと思ってます。東京都立産業技術大学院大学産業技術専攻創造技術コースの越水と言います。自分は大学院修了して、すぐに企業に就職したんですけども、その企業の R&D センター、研究開発センターで、まあ、開発設計の仕事を最初していて、で自分が開発設計した製品が市場に出た後で品質トラブルを起こすと大変な損失を会社に被ってしまうわけですよね。でそれでなんかうまくやる方法がないかなっていうので調べていったら、品質工学とかですね、まあ、信頼性工学っていうのにたどり着いたわけですけど、でそれをまあ最初学び始めて、で深みにはまって研究し始めて、で今はそれを大学で教えてるっていう、まあ、そういうことであります。まあ、自分が企業に勤めてた頃はコピー機、複写機の開発設計してまして、でコピー機っていうのは出荷されていろんな環境下で使われるんですよね。でそういうさまざまな市場での客先での条件が違ってくるとうまくコピー取れなかったりとかね、でそういうことのないようにあらかじめ品質を作り込むっていうんですかね、でそういう場面で使われる手法が、まあ、品質工学、そういうのの研究をずっとしてきてます。品質工学における品質は何かっていうと、品質とは社会に与える損失であるっていうふうに、まあ、品質工学では定義されてるんですよね。だからすなわち品質が悪いと、まあ、お客に迷惑かけたりとか、まあ、社会に損失を与えてしまうわけですけども、そういう具体的な開発設計手法をね、まあ、品質工学で提供していて、まあ、それを企業の方が使って開発設計することで、まあ、品質トラブルを抑えれるので、まあ、イコール社会に与える損失がね下げれるっていうね、まあ、そういうところで社会に貢献できてるんじゃないかなと思ってます。三鷹市さん の, 自治体職員向けの研修として、データの利活用による、ロジカルシンキング研修っていう講座がありまして、まあ、それの研修講師をやらさせていただいてます。 EBPM っていう言葉があって、エビデンスベースドポリシーメイキングっていうんですけども、まあエビデンスなので証拠に基づく政策立案ということで、だから市役所の方が例えば政策なんかを企画するときに、まあ、その場限りのエピソードに頼ってね政策を立案するんじゃなくて、まあ、目的をしっかり決めて政策立案する。でその際にはそのロジカルシンキングの考え方、その仕事での使い方、まあ、そういったことをね研修講義してます。まあ、さっきのロジカルシンキングもそうなんですけど、その他さまざまな発想法とか思考法があるんですよね。ラテラルシンキングとか、まあ、そういったものをね使っていただくっていうのがいいんじゃないかなと。どうしても頭って凝り固まっちゃうじゃないですか。一方向でしか考えられなくなるので、まあ、頭を柔らかくするって意味でもね、そういったいろんな思考法とか発想法、まあ、そういった研修講義なんかでねお役に立てればと思ってます。